あのさんこんにちは、ちはすいこれです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、来週から始まるキャンペーンもということで、今週もやってきましたキャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は1月の20日から1月の26日までの来週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。ということで、まずはペイペイからですね。ペイペイでは主に4種類の大きなキャンペーンです。 まずは街角 p ドペイペイ第2弾ですね。期間は3月の31日まででして、キャッシュレッション者還元事業の5%のお店であれば20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンとなっています。で、ペイペイチャンスに外れた場合でも最低でも6.5%は還元されますので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、これ使ってみるのもいいと思います。 で、次は、ペイペイとタクシーのコラボキャンペーンですね。期間はすでに始まっていまして、2月の13日までとなっています。こちらはペイペイが使えるタクシーで、なおかつ、キャンペーンのステッカーなどが貼っているタクシーを利用したら、ソフトバンク、ワイモバイル、もしくはヤフープレミアム会員の方は10、10%還元、それ以外の方は5%還元がされます。ちなみに、配車アプリの DD も対象となっていますので、まあ、ぜひですね、まあ、これ利用してみるのもいいのかなと思います。まあ、僕も何度か か、配車アプリ利用したことあるんですが、めちゃくちゃ便利なので、ま、ぜひですね、このキャンペーン使ってみるのもいいんじゃないでしょうか。 で、次はペイペイモールですね。こちらはチカードペイペイと同様に3月31日までのキャンペーンでして、最大で20%還元されるキャンペーンとなっています。で、同時進行で現在ペイペイモールのゾゾタウンでは最大で10%還元のキャンペーンも開催されてますので、まあ、結構お得にですね、洋服を購入することもできます。そして、1月の21日よりペイペイとローソンのコラボキャンペーンが開催されます。期間は1月の27日まででして、全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソン とは100で期間中にペイペイで決済をしたらソフトバンクワイモバイルもしくはヤフープリミアム会員の方は10%還元、そしてそれ以外の方は5%還元されます。まあ期間はちょっと短めなんですけども、ローソンのヘビーユーザーの方はぜひペイペイで決済するのもお得ですね。 次は D 払いです。D 払いでは主に4種類のキャンペーンを引っ張ってます。まず1つ目は D 払い生活応援キャンペーン。こちらはキャッシュレッション者還元事業の5%のお店であれば D 払いさらに5%上乗せして合計10%分の D ポイントが還元されるキャンペーンとなっています。で、エントリーが必須で3月の31日までとなっています。で、2つ目は飲食店プラス10%還元キャンペーンということでこちらも3月31日まで開しています。 中で,すで、こちらは、えー、11時から14時の間に対象の飲食店で D 払いで決済をしたら D ポイント10%が還元されるものとなっています。で、このキャンペーンで気をつけないといけないのは対象店舗で D 払いが使える全部の飲食店が対象というわけではないのでどこで使えるかに関しては公式ページでご確認ください。まあ、以前ですね、僕も動画でお伝えさせていただいたんですけども、まあ、かっぱ寿司とかそういったところでま、使えるということですね。 あとはまあ、キャンペーンとクーポンのアプリと組み合わせたらさらに決済することができますね。で、3つ目はドラッグストア10%還元のキャンペーンが来週の1月の20日から始まります。まあ、20日ですね。2月の2日までのキャンペーンとなっていまして、エントリーが必須です。もう今すでにもうエントリーはできるようになっています。で、このキャンペーンではドラッグストアが対象ということでしたので、まあ、ドラッグストア独自のポイントカードや、あとは場所によっては T ポイントや楽天ポイント、 で、D ポイントカードなども貯めることができれば、ま、ぜひですね、お会計の際に提示も忘れないようにしましょう。 そして4つ目はこちらセブンイレブンでリー払い20%還元のキャンペーンということで1月31日まで開催中です。で、このキャンペーンは還元を受けるために一度の購入で700円以上という条件があります。まあそれもあるんですがキャッシュレッシ費者還元事業の2%のセブンイレブンが結構多いのでまあそういった場合は一応715円以上1回で決済することをお勧めします。 先日ですね、ツイッターのフォロワーさんからまあちょっとですね、ツイートにて、セブンイレブン8店舗で僕の大好きなバナナチップスチョコを見つけたとの報告をいただきました。いや、まあ意外と見つからない場所もあるみたいですが、ぜひですね、まだ食べたことがない方は、で、次は楽天ペイですね。楽天ペイでは主に2つのキャンペーンが開催されています。 一つ目はこちらの全店舗対象期間中ずーっと5%還元のキャンペーンが3月の2日まで開催中です。で、楽天ペイが使えるお店であればどこでも5%のポイント還元されるものとなっています。で、このキャンペーンには参加するためにはエントリーが必須となってますのでこれも忘れないようにしましょう。で、二つ目はこのワイドグループにて楽天ペイアプリご利用で 5%の楽天スーパーポイントのポイントバックというようなキャンペーンが2月の7日まで開催されてます。で、このコロワイドグループには牛角やかっぱ寿司、あとはしゃぶしゃぶ温野菜など結構まあいろんなお店があるので、まあ、そこで楽天ペイで決済をしたら5%が還元されるということですね。ちなみにこちらのキャンペーンについては上の期間中5%還元のキャンペーンと合わせて使えるので実質10%分の還元を受けることも可能となってますので、まぜ、あ、ひですね、それぞれの キャンペーンでエントリーも忘れず参加してみてください次はメルペイですねメルペイでは2つのキャンペーンが主に開催されてます 一つ目はメルペイスマート払いで5%のポイント還元ということで期間は1月の31日まで開催中で ID 決済やあとメルペイのコード決済を使えばどこでも5%が還元されますで上限は1000ポイントまでとなってますのでまあ2万円分スマートの、スマート払いですねスマート払いを使って決済をしたら上限に達することができますちなみにスマート払いの限度額については人によっては設定できる金額がそれぞれ違うのでご自身でいくら設定 できるかっていうのはチェックしてみてくださいあとはこちらのスめるペイのキャンペーンもまだまだ開催中ですでこちら招待コードを使ってメルカリに登録した後にメルペイの画面で銀行口座や運転免許証を提示して本人確認にまで完了したら1000円分のメルペイポイントがもらえるキャンペーンとなっていますでこちらはキャンペーン終了日時っていうのは決まってないんですがあの今ですね現在メルカリのアプリを登録した後に500ポイントがもらえますでその500円ポイントをもらう場 場合には招待コードを使って登録する必要があるんですがそれを含めて今の今回の勧めるペイのキャンペーンと合わせて登録をしたら実質1500ポイントがもらえますなのでまメルカリメルペイ始めたいっていう方はぜひですねそれぞれ招待コードを使って登録してみるのもいいんじゃないでしょうか次は au ペイですね a ペイで大きく2つのキャンペーンが開催されています まず上からですね、ファミリーマートと au ペのキャンペーン。こちらですね、なんと明日が最後となりました。1月の20日20日までとなっています。エントリーが必須となってまして、こちら au のスマートパスプレミアムの方であれば最大で20%。で、それ以外の方でも最大10%の還元というのは受けることができます。もちろんですね、ファミリーマートを利用する際には楽天ポイント、そしてドコモの d ポイント、t カードなどのポイントカードの提示も忘れないようにしましょう。 で、二つ目はこちら aupay と松屋のキャンペーンですね。これは抽選になるんですけども、松屋で aupay で一度に500円以上の決済をしたら、抽選で3万名様に100円分の auwallet ポイントがもらえます。期間は1月31日までなので、松屋を利用されている方は試しに aupay で決済してみるのもいいのかなと思います。ちなみに aupay に関しては au ユーザー以外でも今皆さん使えるようになっています。 次にオリガインペイですね。オリガインペイではその場で3%のオフのキャンペーンも開催中です。期間は1月の31日までで、キャッシュレス消費者還元事業のお店であれば最大で8%分の即時ポイント還元を受けることもできます。 次にファインペイのキャンペーンですね。こちらも大きく2つありまして、1つ目はファインペイと t ポイントを連携して50ポイントがもらえるキャンペーンということで、これ以前動画でもお伝えしたんですが、期間中にファインペイと t ポイントを連携して、ファインペイで200円以上決済したら1回だけ t ポイント50ポイントがもらえます。そしてその横にもある t ポイントと連携したファインペイを提示して、ファインペイ払いをすることで何度でも t ポイント10倍のキャンペーンというのも開催がされてます。なのでまあ実質5%分の ティポイントが還元されることになるので、まあ、ティポイント集めてる方はファインペイで決済して貯めるのもいいのかなと思いますちなみにどちらも1月27日まで開催されてますそしてもう一つファインペイに5000円以上のチャージをすることでポケチキ無料のクーポンがもらえるキャンペーンもありますちなみに初めてファインペイにチャージされる方はさらにもう一つのポケチキのクーポンがもらえるので実質2つ分の無料クーポンがゲットできますでこちらは1月31日まで開催中ですねで最後はみんなお待ちかねのゆうちょペイですね こちら、ユーチ t u では現在2つのクーポンが出ています。ウェンディーズやファーストキッチンで使えるジェルタピオカ200円引きのクーポンですね。で、そして、ワタミやミライザがトリメロなどで使える1000円オフのクーポンというのが合計2つ出てますね。そして、まあ、もしですね、まあ、y o をフル活用されている方はですね、利用してみるのもいいのかなと思います。 で、日程だけまとめるとこんな感じです。で、これらまあ赤い文字のところに関しては来週で終了するキャンペーンということで、まあこれらといってもまあ一つしか出てないんですが、a u p とファインマー最大の20%還元ということで、これが1月の20日、20日で終了するものとなっています。 あと、こちらですね。青くなってるとこなんですけども、来週から始まるキャンペーンですね。こちら、ペイペイとローソンのキャンペーン、あとは D 払いとドラッグストアのキャンペーンですね。ちなみに、ペイペイとローソンが1月の21日からで、D 払いとドラッグストアに関しては1月の20日、20日からとなってますので、ここはお日にち間違えないようにしましょう。で、キャンペーンの解説は以上です。 で、冒頭に写真も少し出ていたんですが、久しぶりの俺的福岡ソウルフードのコーナーですね。まあ、今出てるこちらのお店は、スケさんうどんと言いまして、まあ、福岡県は北九州市発祥の、まあ、結構うまうまなうどん屋さんですね。まあ、いや、これが本当いい感じにこう出汁が効いて、まあ、僕が頼んだのはこれゴボテンうどんなんですけども、ゴボテンとの相性が抜群なんですよね。ちなみにこのゴボテンうどん430円と、結構リーズナブルに食事ができるのが、まあ、結構スケさんうどん 魅力的なところではありますそして、やっぱりこう、スケさんうどんといえば、各テーブルに置いてあるこちらのトロロ昆布が取り放題なので、これがまた食欲をさらにそそるんですよね。あと、写真にはないんですが、スケさんうどんではボタモチと言われるおはぎも結構有名なので、まあ、まだですね、行かれてない方、まあ、スケさんうどんまだ行ってないっていう方はですね、行ってみるのもいいと思います。ちなみに、ここは、あの、基本的には、現金決済ですね。 まあ、そんなこんなで今回は1月の20日、20日から1月の26日の来週1週間で開催されるキャンペーンのまとめ動画でした。まあ来週からの僕自身の決済方法としたら、やはりペイペイと D 払いがかなり活躍しそうかなと思っています。まあむしろ来週に関しては日用品の買い物であったり、まあちょっとした外食でもペイペイと D 払いのキャンペーンでほとんどままかなえちゃうかなという印象ではありますね。まあ なので結構個人的にはありがたいキャンペーンばかりとなっています。一応今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクに関しては下の概要欄に貼ってますので詳細気になる方はチェックしてみてください。あとはですねまあ僕も最近ツイッターでも色々とアップをしてるのでツイッターのフォローですとかあとインスタグラムものんびりとアップしてますのでまあぜひそちらもですねフォローされてない方はフォローしていただくとこちらも嬉しいですということでまた来週月曜日からも頑張っていきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとう。 ございました。